はい、こんにちは、キリンです。今回、柴田さんのコンサルの話で、なんか最近も柴田速報みたいになってるんですけど、2人目ですね。歌えるさんに続いて2人目を募集するということで、歌えるさんの場合が毎金100万の3ヶ月で10万人達成したら、追加で50万プラス広告収入の 20% ということで、はい。で、なんか今のところですね、柴田さんの動画のコメント欄を見る限りでは、歌えるさんがかわいそうっていう声が多いかなと思ったんですけど、僕としては裏でどれだけ関わってるかちょっとわからないので、なんとも言えないなっていう感じで、歌えるさんがですね、柴田さんとコラボができないとか、会えないっていうことを動画にしてたんですけど、その歌えるさんの動画だけを持ってですね、かわいそうっていうのはちょっと違うかなと思って、で、実際コンサルするにあたってですね、まずその直接会う必要があるかっていうことなんですけど、歌えるさんのチャンネルをコンサルするにあたって、メールだったり、電話だったりとかでやり取りできる部分っていうのはかなり多いと思うんで、直接会う必要があることって、実際はそんなに多くないんじゃないかなっていうのが、はい、あります。で、あとコラボですね。コラボを、仮に柴田さんがガンガン歌えるさんとこの3ヶ月間やっていた場合、10万人登録者とかも、もしかしたらいけた可能性あるかなって思うんですけど、それも方針だと思うんで、その柴田さんとしては、一人の YouTuber に対して、コラボバンバンするようであれば、今後その、そのコンサル生をどんどん増やしていった場合に、結構無理が生じてくるかなと思うんで、あえてしなかったのかなっていうことも考えられるんで、例えば、その、歌えるさんのネタ作りとかに柴田さんが割と、関わっていたんなら、納得できる内容というか条件でもあるんじゃないかなってちょっと思いましたね。はい。で、やっぱり芽が出ない人って全然出ないんで、僕も出てないんですけど、2018年に出る予定ですけど、なんていうんですかね、やっぱ一生売れないぐらいだったら、永久に 20% 払ってでも、売れたいって考える方は結構多いんじゃないですかね。で、そこは、事務所に所属することと比較されたりもすると思うんですが、その辺のサポートはですね、やっぱりちゃんと大手の事務所に入る方が、充実してるのは間違いないとは思いますが、柴田さんの場合、やっぱり、登録者を短期間で伸ばすっていう意味では、柴田さんのコンサルを上回るものっていうのは今のところないんじゃないかなと思いました。はい。はい。で、ちょっと後半戦なんですけど、今回僕が、今から YouTube を始めたら絶対3ヶ月で10万人行くんじゃないかっていう YouTuber を一人紹介しようと思います。はい。で、ズバリですね、もえあずさんですね。はい。まさかの昨日からの2日連続の登場なんですけど、これ一応理由があるんですけど、誰でも簡単に想像できそうな理由なんですが、まず大食いが強いってことですね。木下ゆうかさんに代表されると思うんですけど、で、あとですね、今、タミヤンさんっていう、別の大食いの方がめちゃくちゃ伸びてて、この方はですね、つい先日10月25日にちょうど10万人登録者を達成しまして、それのまでの期間が9ヶ月っていうことなんですけど、最近はですね、たびたび急上昇ランキングにも動画載ったりして、かなり注目されてる方なんですが、で、もえあずさんはですね、なんといっても女性であるっていうことと、アイドル性がめちゃくちゃすごい。で、あと可愛いですね、可愛い。あとはですね、木下ゆうかさんが大食い界の頂点だと思うんですけど、やっぱ年齢のことってたびたびいじられたりしてると思うんですが、もえあずさんはなんといっても若いって、若さっていうのがあると思うんで、これはもう行くんじゃないかなって僕は思っております。はい。で、もえあずさん、一体何歳だったかなってちょっと僕分かんなかったんで調べたらですね、なんと29歳ってことで、そうでもなかったということなんですけど、はい。だから僕がですね、柴田さんのコンサルの2期生として、おすすめするとしたらですね、絶対諦めないマヤミキをぜひ推薦したいと思います。はい。ということで、以上です。さようなら。